ってもう2班です取れてるんだって。ね、どうしよう、ちょっとこの1本これは何だったんですか。あ、落車で怪我した、うん、あ、落車、落車です。あ、病気です。 病気になってる。あ、落車です、うん、怪我した。高松で落車。いや違います、もう練習中に。練習中のか、はい、それで成績出てこなかった。じゃあでもすぐに来たってことは、あんまり、そうです、ね、10秒では、10秒っていうか、厳しくなかった。全然ある、ね、じゃあ練習は普通にできてる状態ですか。はい、怪我してから、うん、今2日、2日ぐらい休んでる。休んでる、はい、うん、すごい。あ、やっぱ上手ですね、はい。ここのレースは僕もちょっと見たんですけど、はい、結構長い距離突っ張ったりもしてて。そうです、でも、はい、まあ、踏まないといけないところで、うん、踏んでなくて、まくられちゃったんですけど、はい、ね、相手また一緒なんで、そうですね。これね、はい、そうそう、奥手、はい、さんがマークですね。今はどうですか、レースでこういうことを心がけてるんですか。そうですね、最近怪我してちょっとまくり追い込みみたいな感じで、うん、一時期そういう戦法だったんですけど、今はもう足がだいぶ戻ってきたんで、先行で、はい、見たいです。じゃあもうだんだんと来月あたりのバッグも増えてるので、はい、これだけお客さん見たらね、そうか、同じタイプが飲まれてしまうので、天候で分かりました。いい走りして、はいはい、決勝でどうぞ、はい、あたりで頑張ってください。ありがとうございます。